アルバルク東京21番平岩源です。33番桜麗樹です。今日は動画でバスケットボールのスキルを教えたいと思います。やってみよう。戦術とは良いプレーを選ぶ力のことです。判断力と考えても良いです。難しく思えるかもしれませんが、実はとても単純です。より簡単により良いシュートにつながるプレーを選べることが戦術を分かっているということです。例えばたくさんの相手に囲まれているのに自分一人でドリブルをしてボールを運ぶよりは、もっと自由に動ける味方にパスをした方が簡単にボールを運べます。反対に自分は誰にも守られていないのに他の人にパスをすることで相手に囲まれてしまうと状況は悪くなってしまいます。戦術はバスケが持つ頭脳戦の性質で、これもバスケの大きな魅力の一つです。これが単に一番足が速い人や一番シュートが入る人が活躍するわけではないという奥が深いところです。モーションだけ残り10秒になった。さあ外からコーナーストレー、シュートの田中でもう一回リピックして安藤と平岩、いいですねこれ。戦術のポイントは先ほどの例にもあった通り、ディフェンスがいないところからシュートを打つことが大事になってくると思うので、ディフェンスの動きをしっかり見ていない人のところからシュートを打てるようにしっかり周りを見てプレーしてみてください。